どうもこんにちは、こんばんは。どうもこんばんは。皆さんこんばんは。続きです。なんかボス戦の手前で終わったから。待ち伏せではない。私は。それ続き。我ヘルガードの戦士、ね、ウリエルはそなたを死の先生。せっかくよ、これずっと喋ってみたいと思ったからかけたけど無視だったから、もう別にいいよと思った。この掟も破るつもりか。昨日寝落ち？なぜだ。我らの挑戦。ってこと、もし寝落ちなんてしてないよ。勝っていたからだ。死の先生を破ることはできん。どちらか一方が命を落とすまではな。受けてたと。皆さんどうもいらっしゃい。もはや逃げられない。ボス戦じゃあね。あ、え、結構強い山。ちょっと待って、あれ割と強いのか。あ、なんか、うわ、すごい体力高いと思ってて。どんだけ体力あるの？うわ、よける。あはー、痛い。よいしょ。あー、パラパラ。
よし倒したやった。皆さんいらっしゃい。どうも。よしよくやった。やったぼやっとするな。さっさとこいつにとどめをさせ。ね、すごいボリュームあるね。めんどくさいね。俺がかわした。いつ殺すか。正直めんどくさい。お前じゃない。私への誓いを果たせ。アマドンが破壊者だ。嘘だ。奴はお前を守ろうと真実を隠した。お前は奴が闇に染まったことも何が待っているかも知らず忠誠を誓ったんだ。アマドン。奴は裏切られ万物の敵となり下がった。俺は知恵の木を訪れそこで真実を授かったんだ。それをお前に伝えた。死の誓いを忘れるな。いつか必ず果たさねばなる。ココちゃんさんだって最近なんかめっちゃ可愛い子見つけたとか言って騒いでたが、その人と遊んどけばいいぞ。違うわ。別にテンション低くないよ。高くもないけど普通だよこれ。普段通りだよね。いつもこんなだよ。むしろあれじゃない？テンション高いんじゃない今日。多分テンション高い方だよね。多分だけど。あ、こいつらもに聞かれるんだ。いいや。こっちまで来る。あ、来るんだ。せっかくだから回復していくか。よいしょ。ベージュは持ってないって。一番ババ臭いのが灰色だって。どうもいらっしゃい。いやー毎度毎度なんか一生懸命コテハンつけてくれるけど30分枠だったらコテハン読まないよ。ごめんよ。ありがとう。わざわざそんななんか覚えにくいの頑張って書いてくれて。あ、全部乗ってるんだこれ。それだったらもう移動した方が早いぞ。あの瞬間移動なんていうの、なんか空間移動だっけ。瞬間移動じゃないわ。空間移動した方が早い。どうもいらっしゃい。こっからジャンプだっけ。こっからジャンプだね。よいしょ。いやめっちゃ誠実に書いた。いやだからもうあなたの回答は二度としません。何それで満足だろ。どうもいらっしゃい。そしたらこれで移動した方が早いんだね。閉鎖の地。こ、あ、こっちから、あ、違う。こっちから行った方がいいんか。かけらは3つですね、今のところ。あと4つ？あと4つ見つけたら、ラスボスかな。多分。4つ見つけてラスボス倒したら全クリなんじゃない？多分知らんけど。
話だっけ。ゼルダ、ゼルダ全く興味がないよ。ゼルダ好きなのは、ゼルダ好きなのはあれです、あれだよ、アクトリさんで。トシダークソウル中古で買ってこようと思うんだけど、スプレー、いやネット使わない方がいいと思うよ、初見プレイだったら。まあなんていうの、みんなでワイワイ初見プレイしたいようだったらいいと思うけど、ね、あいきなり侵入が入ってくるよ。入ってきていいんだったらいいけど、あ、敵が強くなってる、ここ。マジか、めんどくさいな。いいね、プレステ4買ったんだよな、アクトリさん。私まだいいや、アクトリ2の4個もしてないからやるかな。カンストソロプレイはもう終わったけど、普通常のオコンとかしたことないから、もうせっかくだからやっとこうか。せっかく持ってるしね。そうなんだ。え、同じ縛りで。あ、そうか、これ防げないんか。こいつか。こいつめんどくさいんだよね。こいつめんどくさいからやだ。これだってまだ、なんか全然先の話じゃん。うちの子小学生って今年じゃない、来年だよ。さんいらっしゃい、どうも。くそー、敵が強くなってるからすごい苦労するな。これあのハードモードだから敵がやたら強くてすごいめんどくさいんだよね。気持ちよく普通に遊ぶんだったらわざわざハードモードにして初見プレイしない方がいいって最近すごい思ってる。わざわざなんでハードプレイにして遊んだのかな、全くもって自分で理解できないんだが。いや、アンケなんて取ってないよね、多分。あ、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 これオンラインないですね。もうこいつなんだ、もう。あー、また来た。よいしょ。
いますね。え、嘘、当たるの。ダイイングライト赤くなったらしいね。海外版買おうかなと思ったけど、もう日本版で決定だね。カウンター取ってみよう。パリこのゲーム一応パリあるからね。無言突入の年さ、私無言突入じゃないじゃん。私全然無言じゃなかったよ。私が何を喋っても反応しなかったじゃん、あっちが。気持ち悪くないよ。でもあの今のため技はパリできない。だからなんか特殊な攻撃だとパリできないから、とても難しい。ああ最低数ね、パリできないし、どうしようもないんだよね。え、そうですよね。当たってないだろ今のは。
すぎるんだよね。あ、燃えてるわ。ただ小学校が運動会楽しいじゃん、かわいいじゃん。よいしょ、まだ死なない。よし、もうどんだけ体力高いのこいつ。やっと倒したよ。よし、学校の周辺はちょっとね大変かもしれないね。あ、これの上にあるな。寿司も小学校に向かいね。なんで？え、こっちって登るなら登るとこないんだけど。登るとこないよね。こっちからかな。花火飛び起き？何それ。敵いるんか。なんで味が。なんでこっちに来られた。お母さんマラソンそんなのなかったよ。あの子供と一緒になってなんか走るやつはあったけど、そんななんかマラソンみたいなのなかったよ。なんかあれなんじゃないの、広い土地があるとことかだったらそういうのあるのかもしれない。私結構走るの早いよ、言っとくけど。なんかリレーとかあると必ず選ばれてたよ、完全に。すごいでしょ。小さい頃からだってスポーツやってるから、運動神経が悪くないよ。ヨガはやったことない。あ、これどうやって登るんだろう、これ。あ、なんか登れそうなんだけど。え、行けそうだけど行けないね。上なんか登れそうだよ。どうやって登るんだろう。やだ。登れないんだけど。触るとこないし。
どうもいらっしゃい。掴むとこないね。いけないじゃん。これで終わりじゃん。リレーの選手に選ばれた。ケテリー。まあでも、しょうがないよね、転んだらね。あ、読んじゃったよ、コテハン。コテハン読まないって言ってたのに。これどうやって取るの、この上のやつ。ねえ、上のやつどうやって取るの、これ上がれなくない？分かった、あれ違う、どうやって取るんだろう。このお馬さんがいるから、お馬さんで走っていって、ここでジャンプとかじゃないの？あ、違うんか。わかんないんだけど。わかんないね。真面目にわかんない。どうやって登るの？わかった。わかったわかった。こうやって。登れると思ったんだけど、そっちかな。あれ、本当だね。思いのほか飛べないね。もう一回飛ぶ。全然飛ばないんだけど。あれ？全然飛ばないんだけど。ビルの上から落ちて取れた。ビルの上にどうやって登るのかなっていう話だよ。あ、分かったかもしれない、分かったかもしれない。さっきのとこにもう一回行ってみる。そうそうそう、分かっちゃったんだよこれ。私分かっちゃったじゃない。分かっちゃったかもしれない、マジで。夏も終わりだね。早いね。ちゃったかもしれないよね。